これも。あ、ほんとだ。ね、声だけ聞こえるっていう。あ、すみません。え、皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。ありがとうございます。はい、今日のゆうちゃんキッチンは。ゼンマイの煮物を作っていきたいと思います。イエーイ。はい、ちょっと準備がちょっと結構長引いてしまって30分遅らせてしまって申し訳ないです。はい、という感じで早速作っていきたいと思います。今日は巻きハーフツインにしました。そうなんです。あ、そう、もう6時に発表されたんですけど、あの土曜日にちっちゃいもんクラブの参観日パート2、なんて言ったらいいの、2回目がありますので第2弾ですね。はい、なんでまた来てくださいじゃない、間違えた、見てくださったら嬉しいです。という感じで材料をね切っていきたいと思います。の前にこっちやった方がいい、うん、の前に材料切る前にこっち、ゼンマイを煮ていきます。はい、これゼンマイも入れちゃうのか。ゼンマイ入れて、ちょっと待って、これなんです。もうなんかハーフツインめちゃくちゃできなくて、あのこの前のこの前のあ、これです。あ、ゼンマイを炒めていきます。ちょっと待ってください。じゃあ映してもらっていいですか。はい、この前の地雷メイクした時に自分でハーフチェーンしたのが初めてで、なんかその時もうまくいかなかったんです。今日もあんまりうまくいかなくて何回もやった。だから後ろは見ちゃダメです。後ろはマジでやばいから。入れていいですか。熱くなる、あ、熱くなるまでちょっと待ちます。かわいいよ、ありがとうございます。ウツボの後で聞きました。あ、ありがとうございます。そうですね、今日の7時半からリアルタイムで聞きました。こんばんは。こんばんは。何ですか。どこから見ても可愛いよ。ありがとうございます。ちゃんと完了。あ、ありがとうございます。これあれですか。ん？ゼンマイヘアですか。違います。違う。合わせておく。こんばんは。こんばんは。みーちゃんお疲れ様。お疲れ様です。ちょっと煙が出るくらいですかね。うんうん。みーちゃんは、うん、今日はちゃんと、履いてます。履いてますよ。安心してください。履いてますよ、ちゃんと。履いてます。ちょっと靴下。
こを見ると履いてないみたいだけど。履いてないみたいですか、うん、でも履いてるんで安心してください。あ、ごめんごめん、履いてますいいとこ取れなかったハートが来たよ。あ、ハートありがとうございます。残念や残念じゃないでしょ。ママさんお尻すべすべになりましたか。そういえば、ジュクジュクしてたのがもうほんとピッチピチになりました。ピッチピチな桃になりました。ちっ、履いてんのかよ怖っ。まだだね、もうちょっと活躍していいかな。あ、まだ聞いてない。だってそれよりゆうちゃんに会いに来てるから。 ありがとうございます。ゆうの配信終わったら聞いてください。ゆちゃんキッチンこんばんにゃん。こんばんにゃん。はい、ちょっと煙が出てきたので入れていきます。いやー、いいよ。ジュクジュク言わないでなになに、いいの、嫌いな音。いい音。熱い、熱いから。またそういう顔するゆうちゃんさん入りプロデュース生写真申し込みます。あ、ありがとうございます。ゆうの声聞こえてますか先輩は撮ってきましたか。いや、おばあちゃん昨日ね、そう、バーグもらったの、いただいてきました。乾燥ゼンマイ戻しましたね。うん、切らなくて大丈夫ですよ。短いから。え、今日お肉1キロ買って牛丼作ったよ。え、すごい、1キロすごい、めっちゃ量すごいじゃん。全米好き、美味しいよね。なんでこんな、うん、ゆうちゃんお腹減ったね。ゆうも入れていいかな。ただ、うん、お酒と砂糖を入れます。ゆうちゃん、ママさんこんばんは。こんばんは。明日納豆の日の生まれです。お、明日お誕生日。あ、そうなんだ、おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと早い、おめでとう。誕生日まで1週間だね。そうですね、やばあんた全然実感ないけど。あ、お蕎麦炒めてるのかと思った。あ、そうです、お蕎麦を今炒めてますごめんなさい、私のせいでゆうちゃんの髪がゼンマイにしか見えない。ねえ、やめてよもうひどい。ごめんごめん。星集めでひなたちゃんのとこ立ち寄ったら、はい、唐揚げ食べてたよ、はい、星集めに、星集めに、星集めはありがとうございますでもその情報いりませんだから何ですか。まあ、私はゼンマイを混ぜてます確かに唐揚げに対抗してゼンマイちょっと弱いねこんばんは、ゆうちゃん。こんばんは。田舎のごとですね。そうだよ、田舎のごと。今日はもうザ和食みたいな感じですよ。圧かけるのが早すぎません。いえ、圧かけさせるのが悪いんです唐揚げ vs ゼンマイ。いや、弱すぎるでしょ負けるんだけどごちそうだね。ごちそうだね。ね、お正月料理って感じだね。うん、確かに。ガラスの小さなボウルに、あー、いっちゃった。お料理してるみたい。これ？うん。ね、わかる。こんばんは、サラちゃん。知らないわ。あえて読む。ゆうちゃん、やっほーい。やっほーい。今日も激辛ですね。ありがとうございます。
ゼンマイ、かっこドンマイ、うまい。そしたら、はい、醤油、みりん、お酒を混ぜたのと、えちゃん、ママちゃん、こんばんわんこ、こんばんわんこ、だし汁を入れていきます。台所をきれいにされてますね。あ、どうもね、どうもって言っといて言ったのに言っといてって大丈夫、僕が見てるよ。みっちゃん大好き、ありがとう。はい、こんな感じです。そしたらどうすればいいですか。よいしょ、5分煮ます。はい、5分煮ます。うん、あ、じゃあこれで5分測ります。はい、そしたら、うん、キッチンに移ります。材料を切っていきます。はい、まずはふにゃくを切りましょう。絶望の後で渡るの難しそう。そんな感じする。確かにね、うん、難しかった？分かったかな。あ、難しかったです、うん、もちろん。え、もちろん。こうやって切ってくる。どうする、ねじねじする。ねじねじする、いいよ。こうだよね、じゃあ、うん、アハートが来たよ。アハート、ありがとうございます。こうやって切る。そうじゃあちょっとちょっと切っていくわ。え、どんくらい、こんくらいの厚さで大丈夫そう？うん、全然大丈夫。あ、うん、あんまり厚いとネジネジできないから。じゃあちょっと程よく薄めに。うん、俺もねじられて。あ、遠慮してきます。今日は高めのツインテールか。そうなの、ハーフツインだよ。何？ネジネジ、ネクタイ、ネジネジします。中尾明さんかな、だって。わかんない。え、ゼンマイは後ろの山から取ってきたの？うん、違うよ、おばあちゃんがバーからもらった、もらってきました。はい、じゃあちょっとネジネジやってみるわ。うん、ゆうちゃんキッチンは見てて飽きないです。ありがとうございます。あ、できた、うん、こんな感じです、うん、なんか白いから変だね。変な感じしない？しない。あ、そう、うん、かわいい。ネチネチではないよね。ネチネチですよ。ちょっとネチネチだってなんか気持ち悪い。すまんな、冷凍かと思っちゃった。え、ああ、冷凍？じゃない、冷凍オン？あ、でも冷凍したいね、余ったのは。あ、余ったのは冷凍しました。うん、乾燥ゼンマイ。乾燥のまま冷凍しちゃったよ。うん、あ、朝顔が来たよ。あ、朝顔ありがとうございます。端っこもできる？うん、できるよ。連日で。の雨で着るのがね、しょうがない。ゆうちゃんティー、セーターティー着てやるかな。着てやるって、着てください。そうだね、洗濯物がわかんないですね、うん、ひと手間大事だって。あ、だるまさんが来た。だるま、ありがとうございます。あ、行っちゃった、ゆうちゃん。イカみたい。ちっちゃいまんのみんなに手料理持っていくの？え、なんかね、スノーボール作ってってテレヘナに言われたから作っていかんかなって思ってる感じです。あ、もう食べたいって言ってたから。ひなたは何も言わなくても食べると思います。ゆうちゃん、ママさん、こんびんにゃー。こんびんにゃー。白いこんにゃくって珍しいの？そうかな。全然白も黒もどっちも見ますよね。私黒の方が好きだけど。ゆうは別にどっちでも好き。うん、味あまりわかんない。えば、長く切りすぎちゃった。あまりこれ端っこまで切りすぎると裂けちゃうんだよね。僕の分のスノーボールありますか？ないです、ごめんなさい。早いって。早いって。悲しいですか？泣かないでね。
ちなみにママさんから見てゆうちゃんの手料理の具合は成長しているように感じますか？感じます。ありがとうございます。美味しいもんね。何が一番好きですか？今まで作った中でですか？うん、かまぼこも切っていきます。あれです、ピーマンの肉詰め。あ、あれね、うん、あれね、めっちゃ売れたよね。うん、解凍早い、ピーン結構の量作りますね。そうなの、大家族、大家族でもないけど今日パパ帰ってくる。そうそうそう、家族多くてパパも帰ってくる日は特にパパこれ好きだし、うん、パパこういう料理好きなんですよ、和食喜ぶよね。わあいいね、食べたいって言ってきました。やっぱ見ておけばよかった。だから言ったの。だるまさんが来ました。あ、だるまありがとうございます。みーちゃんいいお嫁さんになれるね。あ、5分経っちゃった。どんな感じ？どんな感じ？あ、引いてしちゃった勢いで。ちょっと、うん、いいよ。じゃあちょっと冷ましとく。うん、じゃあこれで冷ましとく。うん、いいお嫁さんになれる？本当ですか？どうしました？あ、そういえば見てください。絆創膏取れました。はい。昨日食べたものが思い出せん。昨日作ったのも思い出す。それはやばい。でもたまにあるよね。あれ昨日何食べたっけ？たまにある。なんかめっちゃさ忙しい時とかね。うん、あれ昨日え？みたいな。今日の朝何食べた？それもなみなみにすると綺麗かも。なみなみって何？一回入れてみて。こう。うん。すっと入れて、あ、あ、いっちゃった。はい、やっちゃった。うん。食べますか？途中でやめてみて。で、なみなみしてみて。なみなみって何？なみなみって何？何なみなみって遊ばないで。ね、なみ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 ちょっとやってみて。ちょっと待って、ちょっと自分を映してやって。あ、はい、ちょっと入れ具合が違う。ごめん、ダメだね。できない？え、わかんない。でもむずくない？むずい。いやいや。普通にしますか？はい、普通にしてください、ね、普通にすることにしました。まあこれはでも、あの、後であれなんでね。後であれなんで。かまぼこってさ、お正月しかあんまり食べない。絵が入ってる。あ、コメントがいっぱい来てたのに。あれ？あ、本当？ごめんなさい、なんか。何作ってるの？出前の煮物。かわいいが来たよ。あ、かわいい、ありがとうございます。絶望の後で聞きました、よかったです。 ありがとうございます。全名だ、全名。全名だよ。あ、そうだね、全名っていう。うん、全名っていう。かまぼこは天ぷらでよく食べます。あー、天ぷら美味しいよね。美味しいよね青のり、うん、つけてね。うん、人参は飾り切りしていきます。気のせいってギフトないから気のせいってギフト。明日の MV 公開が楽しみすぎて今から寝ます。え？ゼンマイ実家の裏にたくさん生えてるようだって。え、そうなの？すごい、取りに行きたい。
うまくできるか不安なんだけど。やひこちゃんがゆうちゃんのスノーボール楽しみだって。あ、本当にありがとうございます。いや、まだ作るって決まったわけじゃないんだけどまあそういうなら作っていきます。あつのギフトないかな。ないですよ。ひなたね、ゆうが料理作っていくとね、毎回ねめちゃくちゃ美味しそうに食べてくれるから、うん、幸せです。皮ごと仕込むと黒コン、うん、皮むいて仕込むと白コン。よくおばあちゃんがね、芋でしょ、うん、作ってたよね、うん、お刺身で食べる、ね、そう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 。あ、どうですか、久しぶりにやったけどうまくいったかな。見えてる？見えてるよ、大丈夫。うまくいった？うん、綺麗だ。ありがとう。ゆうちゃんの家ではのっぺ食べます？食べます食べます。のっぺ美味しいよね。うん、アジサイが来たよ。あ、アジサイありがとうございます。のっぺめっちゃ好きだよ、ゆう。うまっ、来たよ。あ、ありがとうございます。うま、上手、お上手。ありがとう。あつって専用ギフト作ればいいよね。作ってください、誰か。ゆうが圧かけた瞬間に圧圧圧圧ってめっちゃ遅れてきたらめっちゃじわるね。毎回来るんじゃない？毎回来るね、うん、そうだったら。ありがとうございます。圧 ありがとうございます。めっちゃ面白くない？朝顔が来て。朝顔ありがとうございます。子供の頃こんにゃくはゴム製だと思っていた。やば。子供の頃、うんうん、かわいいね。でも、うん、でもさ、そういう感じがある。子供の頃わかるわかる。いやさ、子供の頃さ、車傷つけたら血出ると思ってた。でさ、パパに言ったらさ、バカじゃんって言われちゃった。え、なんて言ってた？え、聞いてなかったの？はい、2個目聞いてなかったの、うん、だから車の頃、うん、車の頃車だった。車の頃、うん、車傷つけたら血出ると思ってたので、パパに言ったらバカじゃんって言われちゃったっていう話。なんかでも夢で見たの、車傷つけたら血出ちゃったって。車からね。みんな車の頃みたいな。ねえ、引っ張らないでいいから。本当にディーゼルか。ねえ、みんな本当に引っ張る。みんなそういうの好きなんだから、すぐ引っ張って。人参を食っちゃった。ギフト投げれないから気持ちだけ朝顔。あ、ありがとうございます、嬉しいです。ゆうちゃん、大根のかつらむきしたことある？なんだっけ、かつらむきって、あの、つま切る前の薄く切る。え？切る待って、理解不能なんだけど。薄くこうやって切っていく、うん、こうやって。ああ、まだしたことないかもね。うん、なかなか料理に出会わない、そういう料理。あ、ちょっとこれ失敗かも。僕は昔バイクでした。あ、そうなんですね。私は車でした。ちっちゃい時。髪型いい。ありがとうございます。たまにはこんな髪型もしちゃったり。ゆうちゃん、ママさん、こんばんは。こんばんは。ゆうちゃん、そろそろ車検切れるよ。ねえねえ、車検じゃない、免許取りたいんだけどさ。でもさ、車一人で運転するの怖いなってさ。なんかお姉ちゃんが運転できるんですけど、よくお姉ちゃんの車に乗るんですね。で、その時にね、わあかっこいいな、ゆうも免許取りたいなって思ったりするんだけど、でも、もし、あ、でももしこのあれ、でももしこの道を一人で走ってた、走るもういいです。諦めた。もうやめよ、この話。ゆうちゃん、運転心配。同じくです。なんかさ、よくさ言われるからさ。でもさらにはゆうは意外と大丈夫そうって言われたよ。なんで笑ってんですか？来年僕はトラックになります。あ、そうなんですね。すごい、昇格するんだ。私は来年スポーツカーになります。すご
い。芸能人やってると運転は特に気をつけてね。そうですね。ママさんはゆうちゃんの助手席乗りたい。でもママ一番最初に乗せたい。嫌だ嫌だ。ママにね。嫌だ。エアブレーキ何回も踏んじゃう隣で。ママにね教えてもらおうかな。あでもパパさ、パパうるさいからさ、やっぱ結構車になるとうるさいよ。うん、うるさい。男の人ってさ車好きだからさ。いやね、仕事が職業柄。確かにね。だからママかお姉ちゃん乗せます。でも言う絶対無理だから、多分さもうコンビニ行くレベルとかしか乗らないと思う。お姉ちゃんも最初すごいもう隣で、めっちゃ怖かった。エアブレーキ踏んだわってお姉ちゃんさいつもさね、危ない、危なくない？最初マジで怖かったけど。ちなみに生姜の皮はティースプーンで剥くと簡単ですのよ、うん、あなた。へえ、やってみよう。ね、やってみよう。はい、コクちゃん元気ですか？はい、寝てます。お気に入りの布団で。ゆうちゃん車乗るときズボン履いてね。え履くよあと2枚ぐらいやったらいいかな、飾り切り。何でも経験を積み重ねない、ねえないとなれないですからね、うん、本当そうですね。ですね。でもペーパーにはなりたくないから、パパにずっと乗っといた方がいいって言われて。うん、それはそう。なんかただ家の周りだけでもいいから乗った方がいいよって言われて、そしたら大人になったら楽ちんだよって、だからそうします。ねえ、またやっちゃったよ。ね、もう人参の飾り切り飽きてきちゃった。あ、もういいよ、そんなにいっぱい。ほんと？じゃあこれとあと1個やったらおしまいにするね、うん、いや、これさ、深く切りすぎたどうした？ゆうちゃんの運転はトロトロ走りそう。確かにそんな感じする。でもゆうさ、思ったの、まだゆうさ運転の席とか乗ったことないんだけどさ、あれが怖そう。ゆうさ、アクセルって柔らかいですか、踏んだら？で、何回もパパとかに聞いてるんだけどさ。どういうこと？柔らかいって、ね、なんかさ、こう踏んだ時にさ柔らかかったらさ、ね、どのくらい押していいのか分かんなそう。いや、習うし。え、違う違うだって普通はさ、こんばんは。40キロとか書いてあるじゃん、道路のところに、うん、でもさ、限度が分かんなくなっちゃいそう。いや、あと高速とか絶対乗れないと思う。そんなにね、踏んでブーンっていかないから。あ、そうなの？うん、じゃあ大丈夫。そんなんだったら事故っちゃうよ。確かに。じゃあ大丈夫か。うん、ちょっと安心しました。オートマ？マニュアル？だって。何それ？え？ギア。ああ、どっちがいいの？うん、みんなどっち使ってんの？みんなが使ってる方使います。どういうことだ？じゃあ。そんなこと言ったら、うん、両方来ちゃうよ。え、両方来ちゃう。ゆちゃん、ママさん、こんばんは。どっちの方が、こんばんは。どっちの方が楽なの？楽？オートマ。じゃあオートマにする。ああ、わかったわかった、はい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 。こうやっていちいち動かさなきゃいけないね。そう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 、ギアチェンしないと。それか、こう押しながらやるやつですか。ええ、もういいです。もうあれ一回入れればいい、オートマ。ああ、じゃあオートマです、うん、これどうします、これも一緒にやっていいですか。はい、いいです。あ、それはいらないです。何ですかこれ、いいですか。はい、じゃあ、オートマでいいんじゃない。これを、あ、オートマにします。これをどうしますか。切りますよ、乱切り、うんうん、まあね、マニュアル取ってればオートマ乗れるから。何、わかんないよ。でも本当に怖そう、マジで無理。もうさ、免許センター行ったらもう一番最初からさ車運転させられちゃうの？そういうわけじゃない？違う違う、だよね、そんなんしたらもう事故だよね、うん、どんな感じなのかな、怖いな。いや、学校行ったことないからさ、免許するのか。いや、行ったことないだろ当たり前か、そっか、そうです
だから怖いな、メイク撮ってみたいけど、どうしよう、ドキドキしちゃう。学科もあるからね。あ、覚えなきゃいけないやつね。うん、無理、試験ね。でも意外とできるよ、そっちが心配だわ。意外とできるような気がしてるよ。いや、 S 字とかね、あるからね。は？ S 字なんて聞いたことない。あ、もう頭隠しそうだわ。あ、クランクもやりましたね。何クランクって？ゆうにも教えてよ。重列とかね。その話ゆうにも教えて。まだまだ早いわ。早くないよ、もうだって免許取れるね。でもさ、うん、マリオカット得意だよね。大好き。すぐみんな誘うもんね。ねえねえ、マリオカットしないって。これ半分？うん、こういう1個でいいよ。あ、1個でいい？うん、ここだけで、うん、端っこだけね。うん、あ、坂道配信ほんと嫌だった。何それ？マニュアルでエンストしちゃう。何それ？ね、冬とか絶対怖い。スピンとかしちゃうんじゃない？大丈夫？大丈夫。え、冬はさ、もう乗らない方がいいよね、多分。え、冬こそ乗って慣れた方が。あ、ほんと？うん、怖、もう怖いわマジで。どうすればいい？これはさ、でかい？うん、それ半分でいいか。はい。うん、あ、危な。なのこさん、マリオカートで運転免許の勉強したんだって、うん、すごい。めっちゃすごい、それかっこいい、ね、かっこいいね。なんか素晴らしい。それ本当は×にした方が。あ、×にしますか。うん、どうやって×にする。坂道端にタイヤ焦がした経験がある。どういうこと？ふかしすぎたってこと？キル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 ってなった。坂道配信の意味がわかんない。ね。ねじゃないよ。何なんて言った？坂道発信の意味がわかんない。ああ。一回坂の途中で止まって、うん、止まるとほら下がっちゃうじゃない。その、うんうん、下がったらダメなの。うん、そのままブーンっていかなきゃ。うん。そうなの。うんうん。どういうことこれ？ちょっとそうそう斜めです。二輪免許取ってバイク雑誌のモデルさんしてほしいだって。バイクか、失敗したわ。あ、全然いいよ、うん、バイクか。私バイクはね一切興味ないんですよね。マジ？はい。バイクも乗りたかった。いや、かっこいいと思うけどさ。かっこいい、うん、でもさ怖い。バイクって普通に重たいね。うん、なんかさ無理。止まるときとかさ絶対おっと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 ってなりそうじゃん。みーちゃんこんばんは。できた。乗る自信しかないです。原付とか乗らないの？今の子乗らないよね、原付ね、うん、昔結構いっぱいいたの。普通に怖い。バイクなんかさ、男の子ってやっぱりさバイクとか憧れるみたいですね。けど怖いですね。私は無理わって思っちゃう。かっこいいの、こういうの乗りたい。ブランブラン。でも分かる、かっこいいって思う。普通にあの女の人とかはバイク乗ってたらかっこいいなって見ちゃうけど。うん、あのカマキリみたいなやつ。カマキリ。ねえねえ、変だよね。どうまい？見ないで。ハーレー、そうです、ハーレー。かっこいいよね、普通に。うん、かっこいい。私好きだけどさ、バイク乗ってる女の人。ハートが来たよ。あ、ハートありがとうございます。でも自分が乗るのはちょっと無理かな。バイクにもマニュアルがあるの？そうなんだ。こんな足でギアチェンするんでしょ？バイクはパパにね、アクセルとあのブレーキの位置を教えてもらったぐらいでもそれ以上わかりません。パパ乗ってたからね。うん、みたいですね。ママも乗ってた？ママの、ゲンちゃん。あ、ゲン。それさ、バンの話してあげれば、みんな。ダメです。ダメなの？いいじゃん。ダメです。絶対にダメ？いや、絶対じゃないけど。じゃあいい？しても、うん。ママがね、なんか自分でバイク買ったんですって。
で、その買った日に、買ったばっかりの日にバーに、私にもちょっと鳴らしてよって言われて、で話してよ。なんでよ、自分で話すって言ったんだ。だってちょっとあんまり覚えてないから。で、乗らせてあげたんですって。 そしたらアクセル全開で行っちゃって、ブレーンって言って、自分がちょっと助かりたいからバイクだけバーンって投げたんです。で、バイク壊れちゃったんですって。で、絶対買って返してって言ったのに、あ、違う、壊れてない、傷ついた、傷ついたんですって。で、しかも買ったばっかりだから、うん、バーも、いや、怒れちゃう、まだね、バーじゃなかった時代です。あ、あの、まだママだった時代です。はい、廃車じゃなかったです、もう買ったばっかり、新車だったのに、本当に皆さん何乗ってたんだろう。スーパーカブ、あ、スーパーカブは友達が乗ってました。どうしよう、新車ね、落ち込みますよ。最初これを入れて、うん、行きます。そう、ウィリーしちゃったんです、ウィリー。私 Z2 乗ってました。でも Z2 じゃない、何それ。でも、うん、バーは直してくれなくて、あ、ジョグ、うん、あの米入りで、そう、ちょっと買ってきて、新しく、あ、じゃあね、うん、直してねって言ったんだけど、うん、コメリーに行って、うん、スプレーを買ってきた。で、傷を塗ったんですね、うん、治ったように見せかけた。そうです、本当にすごく嫌だった。もういや、それは嫌だ。ね、ば、覚えてる、その話したっけ、この前。そう、そしたら、うん、あれはさ、だってさ、私が買ったやつじゃんって言って、いやいや、違う違う、私がバイトで稼いでね、そう、買ったんだよって。本当に嫌だった。いや、それは怒ってもしょうがない。うん、おもろ、泣いた、その日は。それしかもコメディ、おもろいコメディってとこが面白い。コメディ、え、スクーターあるある、本当に。そうなの、あれ、あれさ、ここでさ、やるからさ、うん、あ、そっち、そうそう、こっちがブレーキか、うん、そう、教えてもらったんだ、うん、パパに。ユウがね、15の夜歌うときに絶対こうやってこっちでやってたの。そう、パパにね、ガチでね、それ違うからって言われて、だからこっちにするようにしてます。パパはガチなんです。わ、見て見て、ほどけちゃったみたい。ほどけた。どうしよう、ほどけちゃった。パパ厳しい。熱っ、いけるか。パパね、自分のことが自分の好きなことになるとね、うん、ガチだから、うん、困っちゃう、本当に。でもみんな車好きだよね、女の人も好きな人いるかもしれない。ユウはね、何でもいい、別車、何でもいいですよ、車、何でも乗る。ハートが来たよ。あ、ハートありがとうございます。でも、しって言うなら、かわいいのがいいです。車？うん。何色？茶色。茶色がいい。こういう色？いや、違う。なんか、かわいい茶色あるじゃん。わかる？ココアっぽい。うん、そう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 。それか、ミント色がいい。うん。ママは何色がいい？ん？ママは何色がいい？ママ、うん、あ、ほどけちゃった。迷う？私あまり車何でもいい、うん、あ、そう、乗れれば何でもいい。じゃあユウも何でもいいや。ほどけた。見て、もういっか、ほどけてばっかりだわ、踏んだり蹴ったり。ああ、タント、
タントのミント色あったよね。あったっけ。うん、かわいいって。 N シリーズかわいいって思います。 N ボックスぐらいの大きさがいい。あ、タントじゃない、そうだ、 N ボックスか。 N ボックスだった。 N ボックスぐらいの大きさが一番ちょうどいい。なんかあんまりちっちゃすぎても嫌だし、あんまりでかいのも嫌だから。いいですか。いいですよ。これを先入れちゃう、後で出るか。うん、全然わかんないや車。ゆうちゃんは SUV 車で山登ろうようだって。SUV ってわかんない。ねえ。なんかでもお姉ちゃんは結構車好きみたいですよ。何乗りたいって言ってたっけ。ゆかちゃん推しなので、うん、メタリックオレンジの車の。おお。ああすごい。うーん。確かに推し面も関係してくるの。車入れますね。はい。あ、SUV 四駆だって。え、わかんない、わかんない。ゆうちゃん軽トラが似合うじゃない。でも軽トラわかるでしょ。わかるよ、軽トラの黒はかっこいいって思う。白はもうおじいちゃん。それかトラクターとか。いやだ。いやだ。セダンとかもやだ。これ入れていい？はい。魚じゃない、なんだっけこれ名前。ニシンです。ニシンです、うん、磨きニシン。ゆっちゃん推しなので、はい、ナンバーが誕生日だって。あ、ありがとうございます。あ、花束が来たよ。あ、花束ありがとうございます。軽トラはほら、田舎のフェラーリだって、うん、ステリア軽トラは。あ、これ入れるの忘れてた、ママ。あ、大事なの。毛の方が維持費安いしいいよだってね。軽の方が小回り効くし。まあ確かに、冬とかはほら雪で狭くなるからね。でもさ2人乗りじゃん。え、軽だよ。あ、軽ね、はい、軽トラ。軽トラ。ごめんなさい、ごめんなさい、びっくりした。軽トラはでも2人乗りだよね。軽は4人乗りか。びっくりしたわ、すいません。軽はいいですよ、うん、はい、とってもね。軽トラは2人乗り。でもさ最近そう、軽トラかっこいいですよね。オートマもあるし、黒とかもあるよ。え、そう、なんかさ、黒はさ、かっこいいよね。うん、じゃん、ゆうちゃんユニックとか工事車両に合いそう。え、何とか工事車両。うん、こういうやつ、クレーン。あー、まあ CM にもねあったんでね。どうやってやったんだっけ。うん、でもね、ユウがね、その CM の撮影の時に見させていただいたのはこういうやつだったよ。そっちもあれしてない。椅子のトラックだね。それさ、たまに歌ってるよね。え、ゆう、歌ってないよ、うん、何何何何、走れ走れって歌ってるじゃん。海外製のトラックは3000万以上、うん、普通にあるからバカにできない。へえー、すごい。すごい、ね、軽トラのキャンピングカーもある。最近あるんだって。へえー、すごい。キャンピングカーいい、ね。すごい。キャンピングカーいいね。うん、あ、二回言っちゃったごめん。いいよ。いいよね。うん、欲しいキャンピングカー。落とし蓋しますか。うん。誰が立ってんだろうね、あれ、椅子は。じゃあ車フ、あ、ハイエースね。ハイエースね、乗りたかったな。
かっこいいよね。うん、ハイエースの黒かっこいいよ。うん、これさ一回ね、友達が赤の BM を塗ってたの、うん、いいなぁと赤の BM っていう話すごいね。うん、かっこいいね。かっこいいか、真っ赤かっこいいな。ゼンマイどうなったかな。ゼンマイ冷めてます。うわ、ハイエース運転楽用だって。へえ、うん、乗りやすいって。めっちゃでかくない？ハイエース でっかいから乗りやすい。あ、そういうこと。でもさ、前もないしさ、見えやすいよね。まあ確かに。うん、うまそうだって。ちょっと休憩。え？うん。どうしましたか？いや、こっちがどうしましたかなんですけど。なかなかなんかできてくれないからさ。新潟だと車は1人1台必要、うん、ね、そうですよね。そうだね。なかなか交通のあれがね、便がね、良くないから、うん、だって電車1本だもんね、1時間に、うん、1時間に1本あ、ないのもあるよね、うん。ね、車ないと生活できない。富永さん、はい、富永優さん、はい、何ですか？何？自分で持ってもらってもいいですか？何？優見えてるかな？見えてる。じゃあちょっと解雇するわ。よいしょ。だから電車1本しか、うん、電車1本しかないから、1時間に1本しかないから、もう寝坊したらね、死にますね。ね、味付けがうまい。あ、ほんと？やった。なんでもない。うん、わかる。自動車学校通えるじゃん。いや、自動車学校今もう年齢的には通えます。だって1ヶ月前に通えるから。もうね、6月16日から私は通えます。でもなかなか怖いよね。うん、最初何すんの？学科かな。学科。学科？うん、学科だって、うん、寝坊したらチャリ。いや、もう寝坊したら予約取んなきゃいけない。あ、そうなんだ。うん、怖い怖い。え、自分で、ね、運転ででもさ、疲れるよね。疲れるみたいですね。適性検査？うんうんうん、あるね。もう忘れちゃった。でもさ、高速とかさ、できないんでしょ？高速一番最後。あ、一番最後なんだ。でも今乗らないんだって。へえ。学科とゲームセンターみたいなやつからかな。シミュレーション。あ、シミュレーションか。うん、わ、それはなんかできるのかな。でもお姉ちゃんなんかさ、それやってさ、なんかいきなりおばあちゃんとか飛び出してきてさ、あれは無理だよって言ってた。難しいって、ゲームみたいなやつ、シミュレーション。マリオカートだと思えば、マリオカートやりたいですね。適性検査で落ちる人、わら、いる？わかんない。お、落ちるとかあるのかな。ね、どうなんだろう。
検査だからめっちゃ巻き取れてきちゃった。うん、だって何十年も前だから。そうそう、反射神経を測る感じ。あ、そうなんだ。あ、途中でもういきなり超いきなり何かが飛び出してきてももう大丈夫な感じですか。え、タコありがとうございます。多分今と昔はちょっと違うみたいな。あ、そうなんだ、うん、だって高速もシミュレーション。へえ、髪型かわいい、ありがとうございます。あのシミュレーションはひどい。あ、そうなんだ。向いてないからやめた方がいいよって言われたやつを知っているだってやばっ。でもユウも言われちゃったらどうしよう。そう、甲羅とか投げれないからね。そうそうそう、引っ掛け問題とかあるんだよね。あるある、全然ある。やだな。調理師の免許は調理師の免許は、え、調理師の免許って今取れないんじゃない？言う、まだ取れる？高校卒業しないと取れないんじゃない？多分私まだ高校生だから取れないですね。高校卒業しないとゆうちゃんの耳の形すごくいい感じ。本当に耳の形なんて全然言われない。耳の形でも全然福耳とかじゃないよ。俺では免許取れたんだから大丈夫だって。やった。うちらの年から高速始まった。へえ、そうなんだ、すご。高速でもなんか私マネージャーさんに聞いたんですけど、高速は冬だとなんかシミュレーションしかできないけど、でも夏場は本当に高速乗れるみたいです。あ、そうなん。うん、なんかマネージャーさんに聞いたら言ってた。まあ場所によるかもしれないけどね。なんか学校のあれとかにもよるかもしれないけど、単純だからすぐにかかりそうだって。できるかな。うん、怖っ。でももうパパにもうこれはもう勉強してあれしてもらうしかないですね。船の免許も大学生の時に取ってて、すごい素敵。船すごい。山道もあった。すごいね。俺の嫁検定は2級差し上げます。あ、いらないですいらないです、ありがとうございます。いらないですねあ、そっか、教官も一緒に乗るんだね。そうだよ。いや、怖っ。待って待って、ユースは絶対さ怒られる自信しかない。いや、そこそこそこ、違う違う、曲がって曲がってとか、ね、ブレーキブレーキとか言って言われちゃいそう。めっちゃ怖い、やば。教官怖いのようだって。本当に、うん、私怖い人に当たったことない。あ、本当？え、毎回変わるの？でもさ、うん、あの指名もできる。あ、そうなんだ、うん、でも言う、すぐ人と仲良くなれるから多分仲良くなれると思う。でね、お姉ちゃんに言ったの、共感怖いよって言われたから、でも言う、人と仲良くなれるからなれるよ、仲良くなれると思うって言ったら、そういう何なんかそういう甘い気持ちで行かない方がいいよって怒られた。フレンドリーな感じではないけど教えてもらうと。いや、そりゃね、そうだよ。そう、標識はなんか分かるかな、分かんないかも標識はもう覚えるしかない。そうだね、うん、でも大体分かるかもしれない。標識はなんかさ、小学校の時にさ習うよね。ゆうちゃん天才だから大丈夫、ありがとうございます天才だから大丈夫そうだね。
そうなんだ。運転前と何も言われない。でもさ、何も言われなかったら逆に怖くない？そんなにできてないのかなとか思っちゃうかも。いや、いいんじゃない、何もできてない。あ、何もできてない、何も言われないって。あ、そう、うん、教官の席にもブレーキがついてるよ。あ、そうなんだ。でもさ、なんかさ、あれ持ってるんだよ、書くやつ。そう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 。あ、検定の時とかなんかちゃんと何々確認できてるかとか。そう、怖っ。それやいや、めっちゃ怖い。パパが教官で欲しい。教官だったらさ、いい。パパ結構、でもパパはうるさい、うん、お姉ちゃんの時もうるさかったね。はい、はい、回して、はい、あ、もっと手前で止まってね、はい、あ、出過ぎ出過ぎ出過ぎはい、そこ確認してとか言ってたわ、パパ。まるで教官のようにね、言ってた。駐車禁止と駐停車禁止は間違えないでね。うん、言ってる。どういうやつ？こう赤い部分で青で。ああ、はい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 。で、10時10分に持つ、うん、持たないといけないの？基本の持つ。ルール？ルール。ルールなの？そうだよ、片手じゃダメだよ、もう一発でマイナス。ああ、そうだよね。そうだよそうだよねまあそりゃそうだよね、片手でやってきたらさ、いや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 って感じでしょ。いや、でも慣れてくると思う。ああ普段。確かに。でもな、怖いからさ、もうお姉ちゃんもさ、なんかやだな。パパがいいな。仮面の自主練付き合ってあげちゃうよ。あ、遠慮しときますパパが一緒でいいならね。ダメだわ、喋っちゃダメだわパパあ、ミラーの見方はでも分かるよ、言う。なんか結構お姉ちゃんにね、言われるから。脱輪気をつけて。あ、なんかお姉ちゃん、なんだっけ、脱輪って白線から出ることだっけ。上乗っかっちゃう。上乗っかっちゃうのか。いや、危な、脱輪危ないですね。ならゆうちゃんの専属ドライバーに立候補します。あ、それはね、お願いしたいところですねドライバー、専属ドライバー欲しいですね。私、車の免許なんか取るの怖くなってきちゃったから。みんなで優の運転手になってください。で、優をそこら辺にいろんな場所へ連れてってください。ママさんとお姉ちゃんだとどっちが乗り心地いい？どっちもじゃないですか。わかんない、あんまりそういうの。バーはねバーがこの前お姉ちゃんの運転に初めて乗ったんですけど、めっちゃ大絶賛してた。あー、あんたうまいね運転って。全然ヒヤッとしないわヒヤッとすること一回もないもんとか言ってた面白い。ゆうちゃんの車乗るの勇気いるってなんで？運動神経があんまりいい方ではないからね。
運動神経とか関係あるの？あるよ。え、そうなんだ。あるみたいだよ。ゆうちゃん車用意しない？するときはするけど、なんかその時の体調とかにもよるかも。あと車の一番後ろは酔う。バー本当面白いでしょ？うちのバーは本当にね、面白いです。オイラの運転は助手席の人が寝るくらいうまいよ。えー、すごっ。でも誰の運転でも寝ちゃうわ。割と反射神経、あー確かにそれはそうかもね。ゆーちゃん自転車乗れるの？乗れないです。あ、乗れるけど下手くそです、乗ることは。すごく下手くそです。え、もうじゃあ今からさ勉強した方がいいかな、あれとか標識とか。どう思いますか皆さん。まだかわいいじゃんっていう感じで。まだかわいいかそれ。うん、ゆうちゃんは三輪車が似合う。なんてひどい。ゆうは三輪車似合わないです。そうそうそう、標識とかルールとかはね、もう学校行ってなくても勉強できるから。豆乳の紅茶ですか？あ、イエス。僕が車になってあげるから背中に乗っていいよ。あ、それは遠慮しておきます。壊れちゃう。乾杯。え、そっち？ひどい。壊れちゃうから乗って。ママ予習しといた方がいい？わかりました。じゃあめっちゃ勉強しとく。でも免許取りたいな。でも、あ、バラありがとうございます。常に助手席に乗ると感覚がつかめると思うよ。あ、そうなの。でもさ反対じゃん助手席と。だからやっぱりさ怖いね。バックとかさ、このハンドルのさ曲がる方向とか分かんなくなっちゃいそうじゃないね。うん、そうです。バック分かんない、難しい。反対になるのか。右に曲げたら左に行くってこと？ん？下がるときにハンドルを右に曲げたら左に行く？左側にこうなる？そうじゃん。そうだ。そうだよね。あれ？違うですか？ハートありがとうございます。今日の髪型似合ってて可愛い。ありがとうございます。で、左に曲げたら右に曲がる。体で運転すればいいんじゃないこういう感じで。そうすれば覚えられるんじゃない。あれ、右は右、左は左。うん、うん、こっちに曲げたらこっちに行く。そのさ、微妙な微妙だよね、車庫入れとかね。わかんないね。ゆうちゃんの友達は免許持ってるの？ゆう友達いないです。え、友達いないからわかんない。ゆうかわかんない。え、いや嘘ですよ。いや友達いるけど、でもまだ撮ってないと思う。多分だけど。僕たち友達でしょ。友達免許撮ってますか？いや撮ってないと思うよ。ユンの友達は。
右に切ったらタイヤ右に向くから、じゃあこっちじゃないの？あ、もう分かんない分かんない、頑張ります。あ、だるまありがとうございます。いや、友達いるけどさ、免許持ってるのかな。で、絶対持ってないと思う。友達になったゆうか、なんかゆうかかわいそうな人みたいで。あ、だるまありがとうございます。学校で夏休みまでは自動車学校行くなって言われた。へえー、そうなんだ。そういうのあるの。回す方向に回転するイメージ。あ、ね、もう分かんない、わけ分かんないからね、パパに聞こう今日。ね、本当に運転できると思う？いや、もう自分ではできない気満々だわ。できないと思う。免許取ったら行きたい場所、とりあえずは新潟まで車で行ってみたいなって思ってます。でも高速乗るのはちょっと怖いから、下道で行きたいなって思うけど。でも何、合流なんていうの、合流っていうの、合流とかはちょっと怖いですね。そう、絶対あるじゃん、合流あるよね。ちょっとあれ乗らなきゃだよね。なんだっけ、なんだっけ、めっちゃ車がめっちゃいっぱい通るところ。え、なんだっけ、橋みたいな、わかんないよ、もういいや。橋、もういいです。わかんない。あ、バイパス、うん、バイパスは絶対乗らなきゃいけない。違う、え、何、高速の話してるでしょ。違う、高速の話じゃない。なんだっけ、でもあれ、インター、え、インターじゃない、まあいっか。あ、料金所、うんうん、うんうん、え、下道で行くときに、まあいいや、なんでもないです、無視してください。先の話はすいません、惑わせてしまって。でも高速道路はスピードが出るから怖い、うん、なんか急ブレーキが効かないじゃん。まあ効くけどまあ効くんだけどさ、車間距離は取ってるの大丈夫。うん、そうだけどさ、でも怖いじゃん。でもこっちが気をつけててもさ、もしかしたら相手からうんって来ちゃうかもしれないじゃん。しかも前の人が消えると思ったらうんってなっちゃうじゃん。だから怖いんだよ。だるまありがとうございます。都会に行ったらそうか。あ、ほんと？でも下道の方がさ、交通量多いしさ、大変かな、信号とかも。でもそうだね、うん、どっちの方が楽？うーん、でもあっちの高速ほら、でも1台ずつ入れてくれるから。あ、そうなの。うん、あとさ、なんか信号でさ、曲がるときにさ、右曲がる人はこっち、まっすぐ引く人はこっちみたいなさ、決まってるじゃん、うんうん、でそこでさ、右に行きたいんだけど間違えてまっすぐの方に入っちゃった時が怖くない？あ、間違えちゃったってなって、どうしたらいいかな。そしたらそれはもう行っちゃうしかない。次のだってご迷惑だ。あ、そっか、そうなんだ。そういうのが怖いです。次で曲がってこう行くし。あ、そうなんだ、うん、もう自分の責任だね。合流がまあ一番怖いなって思ってます、私は。だっていつ、まあ、車が少なかったら余裕で入れると思うけどさ、普通に、あ、2車線とかの時、うん、うん、そうそうそう、怖いよね。怖くないですか？怖くないです。あ、そうですか、うん、すごいですね、先輩です。怖いよね。まあ入れてもらったらね、あの4点宅ってお姉ちゃんから教えてもらいました。ありがとう。そう、ありがとうって、あの赤いやつ、三角みたいなやつ。そう、挨拶ですね。4点は大雪？え？どういうことですか？わかんない。大切よ。あ、大切ね。
あ、確かに大切って言うな。はい、そう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 。ママの走りは中岡大輝っていう。どこで見たの？怖すぎる。本当にどこで見たんですか？でもさ、うん、パパとかってさ、うん、こうやるってやる。あ、どうもねー。言うよね。でも田舎の人ってそうじゃない？なんかおじいちゃんとかさ、かわいいよね。やってく。今来たよ、ありがとうございます。ね、田舎ある都会もないんですかね、こういうの見えないもんね。あ、まあ確かにね。やりたいな。でも運転してみたい気持ちはすごくあります。ゆうちゃんこんばんは。あ、こんばんは。ん？ん？来たよ、ありがとうございます。顔が見える時なら会釈で挨拶するよ。あ、そうなんだ。ゆうちゃんハンドル握ると性格変わりそうだって。いる？実際にそんな人。ゆうは変わんないと思います。そうだよね、若いうちにちょっと方がいいですね。そろそろですかね。見てみます、うん、あ、いいかもね。もうこんにゃくが色が変わってます、うん、じゃあ火止めますね。はい、車の話楽しいですね。イニシャル T ってパパが好きなの。何それ？アニメ、アニメとか、うん、わかんない。あ、運転すると圧が強くなる。圧は強くならないですよ。今絶対どかないからどいてみたいな。目力でどかないからね。なんかさ、駐車場とかもさ、怖いわ。なんか迷惑かけそう。あの、何回もやっちゃうから、たぶんすいませんって感じ。それはもう初心者マークをつけてる。まあ、1年、初心者なんだな。1年間初心者マークさ、つければいいでしょ。あ、なんか、あ、ごめんごめん。はい、どっちか、じゃあ前から入れます。あ、イニシャル D。 何それ、わかんない。走り屋のやつ、わかんない、わかんない、見たことない。家もないよ。ママがないなら家もない。いや、パパが。あ、そうなの。家はないな、わかんない。そういう系好きじゃん。今日から俺はとか。ああ、あ、そういうヤンキードラマみたいな。ヤンキードラマ。あ、違う。わかんない。わかんないです。あんまり。ごめんなさい。え、ちょっと箸の方がいいと思う。あ、本当？すいません。うん、全然だ。並べた方がいいじゃん。ああね。そうそうそう。うん。ヤンキーではない。すいません。今日から俺はヤンキーだけど。うん。この前見てたね。誰が？アニメ。あ、そうなの？うん、わかんないよ。今日から俺はさ、佐藤二朗さんがめっちゃ好き。あと、ムロツヨシさん。めっちゃ好き。先生ね。マジで好き。3個にする？2個でいいか、うん。こっちの方がいい？うん、こんな、うん、なんかわかんない、正解が。
いいよ、置いていけば。分かった、じゃあ頑張る。パパとママは昔やんちゃしてたんだな。いいえ、パパだけです。パパのこと言った。やんちゃでしょ、だって話を聞くと。いや確かにね、いや、やんちゃすぎる、やんちゃすぎる、ほどがあるわ。もう今の時代だったら考えられない。ほんとだよ。って感じですよ、うん。まあ、大体想像できたかなって感じ。まあ同世代の方はね、大体 ね、 そうですね、はいって感じです、うん。その世代の方は多分分かる方がいっぱいいると思う。うん、多分自分もそうだったよって方がいると思う。どうか分かんないけど、まあいるいる、絶対いる、絶対いるよね、うんうんうん、いないわけかな、うん、ないない、正直に言った方がいいんですよ、うんうん、懐かしい、ウォノマでブイブイ言います。ブイブイでこんな感じでいい、いいね、綺麗ね、天才じゃん、すいません、汁入れますか、汁ちょっとだけね、うん、はい、じゃあいいですか、うん、パパさんの武勇伝があるんだね、はい、いっぱいあるね。でもマジで言えないことだよね、うん、はい、いきます、せーの、おいしくなーれ、おいしくなーれ、萌え萌えキュン、だー、田舎のごっつができました、田舎のごっつです。どうですか、どうでしょう、ビバップ、なんだそれ。うん、若い子は分からないかもしれない、何それ、こんなんな、パチ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 、運命がらねか。ごっつ、そう、ごっつです、できました、完成した、ね、西も煮崩れしてない、美味しそうね、そうだね、よかった、はい、ね、この椎茸も頑張って切ってました。え、ちょっとそれさ、ちょっと失敗で大丈夫大丈夫、はい、それではいただきます、あー、いただきます、うん、ね、めっちゃ美味しいね、何この味、何これ、自分で作って、え、めっちゃ美味しいんだけど、なんか今まで食べてきた中で一番美味しいかもしれないって言ったら、戻し方が良かったかな、ん、そっち。え、でもマジでうまいね、え、うん、美味しい、すごい、一日置くと味しめて美味しいよね、そうだね、なんかすごいね、優しい味で、本当にね、お母さんっていうよりはおばあちゃんの味って感じします。あ、鷹の爪でちょい辛にしたのも美味しい、確かにね、めっちゃ美味しい、いいね、うん、うん、ちょ、マジで美味しい、やばい、歯ごたえがね、うん、びちゃびちゃならなくてよかった、うんうん、うん、ちゃんと染みてるし味が、うん、すごく美味しいです、飾り切りも上手に、あ、そう、上手にできた、飾り切りも、うん、崩れなかった、できた。崩れなかった、ちゃんと、ゆうばあちゃん、はい、ゆうばあちゃんの味です、ゆうばあちゃんの味です、完成、はい、イエーイ、はい、ありがとうございますって感じで完成しました、ありがとうございます、どうですか、一瞬向こうから映ってしまった。やば。はい、ありがとうございます。あ、待って。あ、あ、顔を考えるの忘れてた。かまぼこ。やば。どうしよう、かまぼこ。入れますか、入れます、どこに入れます、どうしよう、待って待って、パン、かまぼこどこに入れますか、ここら辺、うん、だよね、でもどうやって入れちゃう、
秘宝かまぼこ忘れる。え、どうやって入れちゃう？あ、いいじゃない、それで。うん。2枚。うん。なんていうハプニング。あ、いいじゃない。はい、改めて完成いたしました。シャレコキだね。シャレコキ。シャレコキ、ありがとうございます。やば、全然あれだったわ。はい、完成しました。こちらのスクショをお願いいたします。いいよ。はい、以上です。うん、食べても美味しい。ん？そのまま食べても美味しい。確かにね。まあお正月とかかまぼこそのまま食べるし、ね、うん。あ！え？いたずらしてる。何？こっちゃん？ティッシュ。また？うん、こっちゃんね、ティッシュ置いとくとね、下にねティッシュ箱置いとくとね、いつもいたずらするんです。誰だ？いけない。ここ？あ。寝てる。誰これしたの？こっちゃん悪いことしたみたいです。分かってるんだよ犯人。あ、かわいい。めっちゃかわいい。犯人分かってるんだよ。こっちゃんバレてるよ。ここ犯人ってバレてるよ。こっちゃん怒ってます。はい、今何時ですか？14分です。あ、全然大丈夫だ。あと6分。え、24分？54分。あ、54分、うん、あれ、あと6分と14分って聞こえた。豆乳を飲みました。あと6分。はい、ありがとうございます。てな感じで今日のこちらのお値段を発表していきたいと思います。いきます。ドゥルル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 パン。今日のお値段は2000円です。かまぼこ忘れたけど飾り切りが高いんですよ。はい、そんな感じですね。ここ、こっちゃんがこっち見てくる。こっち見ないで。ここ、はい、何ですか？高いとか高くないとか。はい、そんな感じでした今日は。ここ、こっちゃん寝てます。最近は確かにね、良心的ですね。昨日とか今日もいい感じ。はい、てな感じでした。まあ明日はちょっとゆーちゃんキッチンができないので朝の配信になってしまうんですけど、どうしようかな。朝、あ、そう、朝は平成のヒット曲、ん、平成のヒット曲リクエストアワーをやっていきたいと思います。前半です。でも何年か何年ってまだ全然決めてなくて、でもとりあえず平成元年、何年までがいいかな。ママ、ママわかんないって言われました。じゃあ まだあ、まだわかんないね。はい、じゃあちょっとちゃんと決めてね、明日の配信に臨みたいと思いますので、はい、という感じでした。ありがとうございます。
ろそろわきまき体操の時間ですか？生まれる前、そうだね、生まれる前です。私2002年生まれなので、生まれる何年前ですか？でも元年が1990年だから、何年前ですか、20何年ぐらい、あれそんくらい前かな、生まれる何年、まあ数十年前ぐらいですね。はい、ということでわきまき体操をやっていきたいと思います。30年前ぐらいか、あそんぐらいですね。はい、という感じでわきわき体操やっていきたいと思います。いきます。はい、ありがとうございます。それではキャッチフレーズもやっていきたいと思います。いきます。いないいない、エクボ、私のエクボにユーマハマっちゃうぞ。ハマっちゃいました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん、明日は金曜日ということで、そして明日は MV 公開です。なので皆さん明日は、明日は違う、もう今日からドキドキな気分でいきましょう意味わかんないけど、はい、ありがとうございました。それではまた明日の朝お会いしましょう。バイバーイ、またねー。